アジダハーカはゾロアスター教に登場する怪物である。概要。名前について、アジは、蛇、という意味だが、ダハーカの意味はよくわかっていない。インド神話の敵対的種族ダーサと同語源であるという説。人、という意味で、人、蛇、を意味するという説などがある。文献的には、アベスター、前12から6世紀頃、が最古のものだが、図像表現に限るならば紀元前2100から1800年のバクトリアに遡る。比較神話学的には、アジダハーカはインドの蛇の怪物ブリトラに対応すると考えられている。ブリトラの別名アヒがアジと言語学的に対応し、三つの頭という属性が、ブリトラとセットになって神話に登場するビッシュバルーパに対応するとされる。現代では、アジダハーカはペルシア語で、ドラゴンの意味で使われている。伝承。アジダハーカは、ゾロアスター教以前の古代ペルシア神話からすでに登場している。三頭三口六目の容姿を持ち、頭はそれぞれが苦痛、苦悩、死を表している。その翼は広げると天を隠すほどに巨大である。蛇とドラゴンの両方のイメージを備えた、有翼の竜蛇、だとみなされていた。バビロン、古代メソポタミア地方、にあるとされているクリンタ城に住むとされている、ワルがミアンラマンユの配下であり、あらゆる悪の根源をなすものとして恐れられた。神話においては、千の魔法などを駆使して敵対する勢力を苦しめ、アフラマズダー配下の火の神やアタルなどとも激しく戦った。その後、英雄スラエータオナがアジダハーカを退治しようとするが、剣を刺してもそこから爬虫類などの邪悪な生き物が這い出すため、これを殺すことができなかった。そのため最終手段としてダマーバンド山の地下深くに幽閉したと言われている。そして、終末の時にこの暗黒竜が解き放たれて人や動物の三分の一を貪ることも、最終的には神話的英雄であるクルサースパに殺されることも、すでに決まっているとされている。時代が下ると、アジダハーカの姿は竜から人間に変わっていく。そして、イスラム教化後のイランでは、フェルドウスイの、シャーナーメ、に、両肩から蛇を生やした悪王ザッパークという名前で登場し、フェリドゥーン、ゾロアスター教におけるスラエータオナのこと、に対峙される。